ということで、早速今日も撮っていきたいんですけども、これからね、さらなる上を目指し、ビッグスターになるためにはですね、オリジナルの髪型、そしてオリジナルのヘアカラーというね、やっぱこのね、もう2大要素が必要なんですよ。もうね、よく少年ジャンプとかで売れる漫画の主人公はシルエットだけでわかるみたいなね。もうそれぐらいね、やっぱ髪型とか髪色っていうのはね、もう重要なわけですよ。ということで今日はね、俺は唯一無二の存在、髪色を24色に染めたいと思います。これはね、多分長い戦いになると思います。ちょ、久しぶりに錬金術使いますか。いくぜ。ということで、こちらを作っていきます。ディディーン、こちら24色入りの、カラーチョークでございます。今からね、この全種類を、髪の毛に塗っていって、髪色をね、24色にしたいと思います。ポケモンの鳳凰もびっくりですよ、僕の髪色を見たら。じゃあ早速開けていきましょう。マロン YouTube。 はい、ということでオープン。あらま、素敵な彩り。じゃあちょっとね、あの端っこからね、とりあえずどんどん使っていきたいと思います。まずはね、白色ですね。白色、これの発色が良かったらね、完成後ちょっとね、いい感じになるかもしれへん。ちょっとめちゃめちゃ不安になってきたんですけど、発色悪っ。そんなことある、頼むぜ。いや、めっちゃ粉出る。え、全然つかないんだけど。ちょっと待って、あの目立つね、赤色とか。ちょっと赤色とか使ってみますか。赤色。え、待って、手にはめっちゃつくんだけど髪につかない。あ、髪の毛を湿らすとなんかいい感じになるらしいっす。オッケー、持ってきたぜ。シーブリーズの中身がちょっぴょっとだったんでて、シーブリーズの中身がちょっぴっとだったんで、もう捨ててね、お水に変えてきました。これをちょっとね、髪の毛に。目が湿る。ちょっと待って、残ってる微妙に。はぁ、よし、ちょっと塗ってみよう。映らんやないかーい。ちょっと待てよ。おいおいおい、こっちは24色になる程で話進もとんねん。え、こんなにつかないもん。ちょ、まじま、色濃いのからやってか。色濃いの、ちょっと青、青いって言います。青、やばいやばいやばい。なんでこれ手にめっちゃつくのに、ほら手だとめっちゃつくのに、なんで髪つかないの。つかないやないかーい。はい、ということで、まあ、ちょっとご覧になった通りわかると思うんですけど、全然つかないんで、ちょっとマジで本気出します。今まで僕が蓄えてきた、あの、ヘアスタイルに関する、あの、技術と知識を、あの、すべて詰め込んで、今からちょっとね、もう本気でやるんで、だいぶ時間かかると思って早送りするんですけど、ちょっと楽しみにしててください。なんで顔にはつくねん。おい、なんで顔にだけ発色いいんだよ。髪もこれぐらい出てくれればさ、24色できたのにさ。しかもこれもね、結局なんかこのこれすり鉢でさ、すってさ、パウダー状にして、あの髪にやったんですけど、それでもつかなくて、まあ顔にならね、ギリギリついたっていう感じです。これがオチです。